それでは登場していただきましょう。小島慎太郎プロデューサーです。どうぞー。じゃーい、来てくれた。おー、さらっと入ってきた。いきなり、おー、もういきなり、おー、似合うわ。どうも、大逆転裁判のプロデューサーの小島です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあやりましょうか。早速、はい、ゲームの紹介の方に、はい、行きましょう。じゃあ画面の方切り替えて、これ繋ぎのためにおんやろうな、多分。はい、お願いします。どうも。はい、バイシーンの視聴と出ておりますが、うん、はい、これ皆さん後ろの方のですね、この天秤、うん、大きく傾いてますね。傾いて左にえらいことなってますよ。これ黒の方が有罪、うん、白の方が無罪というところで、これ大きく傾いてるっていうのは、うん、そちらの方に今大きく傾いてるんですよ。めっちゃ有罪じゃないですか。めっちゃ有罪なんですよ。で、今黒が下にね、うん、下に6人人たちがいますね、はい、彼らがバイシーンで、彼らが有罪無罪をジャッジして、うん、最終的にこう多い方がもう結論になるんですね、うんうんうん、判決となるんですけれども、はい、彼らは今、まあ、この状況というのは龍之介は弁護士で、まあ、はい、とある、まあ、弁護人を弁護してたんですけれども、うん、まあ、そのやり取りでいろいろこう証人たちの話とか検事のやり取りを聞いて、はい、6人とも全員有罪に票を入れちゃった状態です、うん、やばい、はい、ピンチ、ピンチ、龍之介も大ピンチですね。でこのままいくと、うん、もう単純にも有罪で終了になってしまうと。おあら、だけれども最後にその全員が有罪って言ったところでですね、うんうん、弁護士の1回チャンスが、うん、最終弁論という、最終弁論、はい、はい、本当にこれでいいんですかっていうのを陪審に問いかけられる、はい、チャンスがあるんですね。ファイナルアンサーですね、はい、うん、そこが今最終弁論始まっているところ で今主張っていうのは彼らがなんで有罪と思ったかっていうのを今からちょっと聞いてみましょう。お、聞いてみましょう、はい、その発言の中に突破口が必ずあるはずなので、あ、うん、大事だ、はい、うん、では行きましょう。行きましょう。はい、1号、じゃあ平井さんお願いします。お、馬車の中には他に人はいなかったじゃああいつしかないねってことさ。おー、いい。そらちゃん、うん、乗客が4名で儲けが20ペンス。あの漁者の記憶は細かく、信用できますわ。うん、アドリブ。佐藤、子様。おあいつ、隣に座ってたやつをこう刺したんだ俺でもやらねえぜ私、今までの自分でやんのかい。から基本的に結論を導き出しただけです。自分でやんのかい。お、橋本さん、どこ。馬車ギルドの漁者は正直者だ。おお、いいですね。料金はいつでも4ペース。嘘つきはいない。おお、いいですね。じゃあ、もう一回平井さん。床に顔を置いた被害者にナイフを突き立てるなんて私は信じられないよ。おお。というふうに皆さん、ね、みんなが喋ったせいで入ってこなかったかもしれない。入ってこなかったかもしれないけど、ミスったかもしれないですけど、ね、こういう楽しみ方もできるっていう ねできますね、アフレコしながら、まあ、そうです。龍之介くんは、まあ、この、ね、有罪と言われちゃったと。大丈夫、発言の中にはちょっとはっきりしない人もいますよと。で、龍之介はここで、まあ、皆さん最終的に説得すればいいと言ってるんですが、ね、今気合い入れてますが、言葉と情熱、ところはちょっと待ってくださいと佐藤さんが、あー、これ嬉しい、調べてくれます。うん、ちょっと違いますと。おー、ね、うん、そうで、彼らはもうすでに全員が有罪に入れちゃってるんで、言葉で説得してももう飽きませんと。あらあら、耳貸しませんと。なんですって、情熱じゃダメなんだ、どうしたらいいんだ、ね、あらあら、そうそうそう、うん、逆効果。あら、これどうする。あら、佐藤さん、あらららららら、かわいそう、佐藤さんいじめるな。そうですよ ね、コメント来てるんじゃないですか。どうすればいいのですか。考えなさいと。お、でもまたありますと。すぐ出てくるんですよ、そのね、はい、場所がね。あ、かわいい。陪審たちの言葉自体が鍵になりますと。ランダムで生まれてますから、今ね、一致団結してるように見えますが、本当にもうたまたま並んで座ってるだけの赤の他人なわけですね。おー、そう、こう、ありますと、うん、どういうことかと、うん、聞いてみましょう。無
純、矛盾ね。そうなんです、やっぱりあの逆転裁判といえば矛盾を詰めるはい、はい、そこは醍醐味なので、うんうん、今回陪審バトルってなってますけれども、やはりキーワードになってくるのはやっぱ矛盾なんですね、矛盾、それをいかに見つけられるか、うん、おー、そう、尋問ですよ。お目が挙動ってますが、セリテー、あ、若いですよね、この辺りがね。さあ裁判所、うん、裁判所、ちょっと目つき変わりましたね、ニューヨースと、うん、今回ですね、結構その目つきとかも、うん、目線とかもこだわっててですね、うん、結構ポイントになるんですよね。そういうのも大事なんですね。さあ、先ほどもおさらいになりますけれども、うん、まあ、人がいなかったと大事を言ってます、うん、でこれは、条件4名で儲け20ペンスと言ってます、うん、でこれはね、隣を刺したと、うん、でこの人は皆さんの発言から論理的に見たと、うん、で、利用者は正直、料金はいつも4ペンス、うん、はい、そしておばあちゃんはナイフを突き立てたと、信じられませんと言ってますね。あら、うん、でこの中に似たような会話をしている、同じキーワードをしている、うん、そんな人たちが実はいるんですよね。うん、そう、ケンタさん、いいですね、せっかくさっき決めたのにね。佐藤さんはすぐ調べてくれます、うん、一発で、うん、あら、ありがたい、はい、今は聞かない、お、まあ、ここは僕が説明するんで今は聞きません。皆さんはぜひ佐藤さんの言葉、ね、製品版で聞いてほしいですね。そうですよね、うんうん、お、ちょっと凛しい顔してますね。これはいいですね、偉い、楽しいですね。あら、かわいい、かわいいですね。いや、助かるやろな、こんな人おったら。さあ、ということでですね、今こう、順番にこう読めるわけなんですけれども、この中にですね、実はこの2号さんが、はい、儲け20ペンスというところでお金の話をしてて、もう一人お金の話している人が実はいるんですよ、ね、はいはいはい、ちょっと見てみましょうか、はい、下の画面ですね、はい、こうあるとこう見比べることができます、ね、下の画面でね、はい、そしてここにこいつですね、4ペンスとお金の話をしています。それをぶつけてみましょう。とりゃ意義あり、意義あり、おー、きた、おー、新しいカメラアングル、後ろからこうね、はい、まあ、本人たちは別に嘘を言ってるわけじゃなくて、そう思い込んでるんで、うんうん、そして考え込むカメラ、おー、いいアングルですよ、これウロウロ龍之介、おー、乗客4名ですね、馬車に乗ってたのは、うん、そして儲けは20ペンス、うん、記録よくするお姉さんもそう言ってますね、うん、お坊さんは乗り合い馬車の料金は4ペース、そう、便利安い、疑ってません、矛盾が生まれます、あら、そう、本人は分かってないですね、うんうんうん、そう、4ペースの結果4人、あ、気づきましたね、あら、そういうことですね、うん、4人で4ペンスなら16ペンスなはずなんですね、はい、ペンスじゃない、そう、20とったかな、20言ってましたね、そうなんです、うん、そう、1人分の、あら、うん、お、もう1人、シャーン、結構変わってきましたね、バシャーン、なんですってツアーがざわ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 、そ、あらあら、あちらならない、うん、そう、信用が第一、うん、そう、やだ、あ、ちょっといがみやった、そうですね、うん、たまたま隣に座ってるだけですからね、龍之介がちょっと揺さぶってますね、おー、あら、揺さぶりますね、そう、佐藤さん、早い、早い、偉い、偉い、早い、うん、この陪審のリーダーなんで早く終わらせたんですよね、ポッっていうのは
証人の一人ですね。おお。そして1個無罪。おお。逆転ののろしがすごい早く帰りたかったの汗がちなみにこれほっとくとずっと吹いてます、ね、まあいいです。困らへんやろな、脱水症状になっちゃう、はい、おしょ変わった2票あー、はい、ということですね。おこれが完全にその有罪無罪が決まったわけじゃなくて判定してないんですけど、このままいくともまあ有罪になってしまうわけですよね。まあそうなると彼らが思ってたこととは違うわけですよ。信じてたことが違う真実可能性があるので、この2人の評決はちょっとこう変えてしまったわけですね。終わらせるわけにはいかないので、いやまだ頑張れるわけね。そうですね。であと1人くればまあイーブン状態ですね。はい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 。であと2人こう持っていくことができれば、うん、こう無罪の方に持っていくっていう、それを目指していくっていうのが、うん、その大逆転をしていく陪審バトルなんですけれども、はい、このあと龍之介、はい、すごい頑張ります。おお頑張る。でこれこう有罪にも傾いてたのが、うん、無罪にこう2対4に、はい、なってきます。おお、そこで黙ってない人がいるわけですよ。このまま行ったら無罪になるとそんなわけないだろうと。ああなるほどね。はい、先ほど紹介しましたバロックバンジークス出てきちゃう。そこをちょっと紹介したいと思うんで、はい、ちょっとシーンを飛ばしたいと思うんで、はい、さあ来ましたね。ついに出た。あ、なんか言うてる。ほうほうほう。はい、これ見てください、後ろ裁判長の後ろ。あら、わら、逆転してる。白が逆転してますね。そうやったじゃん。この状況になって黙っていないバロックバンチークス教でございます。怖いな、はい、ということでバンチークスの立証を進めるようにと。うん、いきますね。うわ、うん、これちょっと似てるでしょ、ゴージャスに。すげえ、ワインほら、ワイン飲みながら。ゴージャスに全然似てないやろ知る。これもう完全本邦初公開ですよ、なかなか飲まないです食べますよ。あー飲まんのかい、やばい、びっくりしたすごい、これはびっくりしたなうわー最初髪が、ね、ずれまくっとるかなわ、さっき感じたことある、その風景、うんうん最終弁論の場において、ケンジはその口を閉ざすべき。うわ、イニシエの冒険の愚かな定めに従い耳を傾けていたが、えれ、どうやら陪審書士の知性を買いかぶっていたようだ。あら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 、尋常じゃないぞこれは。あら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 、そう、そう、ケンジは、いやさあ、なればカメラワークもいいですよこれね。おっ、おい、これはでここからちょっと閉じますが、はあ閉じた閉じた。ええ、ここからまあ、はい、見せてください。バロックバンジークスの反撃といいますか、はい、本気がバトを取って、あ、なるほどね。